さん、こんばんは。福祉観光協会会長の桐谷でございます。ようこそ福祉館内へお運びいただきました。今花火の開催の決定は朝8時です。今日の8時は大変な雨でありまして、開催の決定に躊躇いたしましたけども、予報では短期には上がると信じておりました。そして皆さんの思いも天まで届きました。ようやく開催できる運びになりました。ありがとうございます。今年は60回という節目の年、株式会社ゴロワイドさんに今年も大きなご協賛をいただきました。そして皆さんお待ちかねのゴロワイドプレゼンツグランドフィナーレは5分延長しての20分であります。ぜひぜひお楽しみください。夏を告げるこの年の花火が皆様の思い出になりますように、私も心から